浜北駅は、静岡県浜松市浜北区沼にある、遠州鉄道鉄道線の駅。駅番号は13、島式ホーム1面2線の地上駅、直営駅である、昼夜問わず列車交換が行われる。かつて側線が1本設置されていたが、バリアフリー化工事のため取り壊された、一番東側に存在した線路とホームは1979年4月30日まで、 一往復設定されていた新浜松浜北間の区間列車用のホームの名残だった。区間運転廃止後は留置のために稀に使用されるのみで旅客扱いは行われなかった。ただし浜北夏祭り等のイベント開催時に新浜松浜北間の臨時列車を運転した際に使用した実績がある。近年は廃車となった車両を遠州西ヶ崎駅で解体する際に 解体場所確保のために移動する機関車とか車の疎開留置に使用されることもあった。前日通りバリアフリー化に伴うホーム改良工事のため取り壊された。駐輪場は駅の西側に存在する。かつての駅舎は2階建てでテナントが数店舗入っており、円鉄の駅としては最大規模の駅ビルだったが老朽化により取り壊され、現在の駅は 待合室を含め駅舎のみとなっている。旧駅ビルのテナントの一部は、駅前の再開発ビル、内ユタ、浜北に移転して、営業を継続している。2015年4月1日には、待合室にエ鉄トラベル、浜北駅店がオープンした。また、かつては、駅の北西にあった、日清宝石浜松工場への専用線が、分岐しており、眉や綿花、 キートなどの貨物輸送を行っていたが1973年に廃止された。現在、工場跡地には大型商業施設のプレイを多く浜北が建っている。1924年7月1日から1937年10月6日まで、浜北駅と同じ地点に西円鉄道の木船駅が所在しており、現在の天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線。 宮口駅の南側にあった西円鉄道、宮口駅までの 4.8km を結んでいた。国鉄二股線の開業が決まったことにより廃止となった。開業当時の地名は浜名郡、北浜村、大浅沼だったため、仮駅名は沼駅だったが、沼よりも大きな集落だった隣の木船への最寄り駅として、木船駅と命名された。 その後、北浜村が1956年に浜北町に調整施行し、さらに1963年に浜北市に市政施行したため、駅名も1977年に現在の浜北駅に変更された。木船は1875年に当時の木船村と木船日田村が合併した時に誕生した地名で、この時に木船を木船に改めて、 木舟村としている。その後誕生した浜北は浜名郡の北部に位置する町が由来となっている。2017年度の乗車人員は62万2962人、降車人員は64万9810人である。主として通学、通勤用に利用される。1980年度以降の乗車人員及び、降車人員は次の表の通りである。なゆた。 浜北浜松市浜北文化センター浜北郵便局プレイオーク浜北道路公共警視設金融関連医療教育関連流通商業店舗その他乗り場は駅前ロータリーにありバス停名は遠鉄バスはなゆた浜北浜北区役所浜松市浜北コミュニティバスはなゆた浜北浜松バスはなゆた浜北駅従前病院シャトルバスは浜北駅 ジャムジャムエクスプレスは、浜北駅前だが、同一の場所に並んでいる、遠州鉄道鉄道線遠州小松駅、浜北駅みその中央公園駅、ありがとうございます。